はい。じゃあ、ジャッジメントということで、まあ、第3回というような状況で、まあ、勝手にシリーズ化しておりますけれども、まあ、今回のケースというのはですね、かなり悲惨なような状況の事故となります。じゃあ、皆さんどういう判断をされますかというようなことなんですけど、まあ、動画かなり長くなります。まあ、一部、二部、一部のところで皆さんで考えていただいて、まあ、皆さんの中でジャッジをしていただくと。 ま、二部の方というのは、まあ、実際の裁判の方の判決の内容という部分を見ていきますが、あなたの判断はどうですかということで、まあ、こちら。仙台の高校生多数死傷事故。横断歩道横断中の高校生の列に飲酒運転の車が突っ込むという事故で死者3名、負傷者多数という事故が起きております。まあ、その時後半で被告人が話したこと。まあ、このような形。 最後に裁判官から言うことはありますかと聞かれたときに、本当にこのような事故を起こし申し訳ありませんでした。A さんは B さんは C 様には本当に申し訳ないと思っております。一生誠心誠意をお詫びしていきたいと思います。というようなことで、まあ、裁判最後になり、まあ、判決の方が、まあ、その後言い渡されるというような状況となりました。 で、まあ裁判の中身になるんですけれども、まあこちら、罪となるべき事実、まあ結構ね、長くなりますので、まあ、被告人の方というのは平成17年の5月の22日の午前4時前後、仙台の方ですね。まあこちらの方で運転開始前に飲んだ酒の影響で前方中止及び運転操作が困難な状態で、まあ、こちらの普通貨物自動車を運転させ、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を運転をさせた。 で、同日の午前4時14分頃に道路に置いて仮眠状態に陥って宮城県の多賀城市の信号交差点ですね。対面信号機の方が赤色等価の信号を表示しているのを感化したまま時速約60キロで交差点に進入。 折りから交差点出口に設けられた横断歩道手前で、横断中の歩行者の通過を待つため、一時停止中の A 運転の普通乗用自動車の右側全部に自社の左全部を衝突させ、A 運転車両を左前方に押し出し、横断歩道上を歩行者用信号機、青色信号表示に従い、左方から右方へ、横断歩行中、または横断歩道付近にいた B、C 及び D に自社、まあ負傷者一覧表記の E ら15名に自社、または A 運転 車両というのを衝突をさせるなどし B らをそれぞれ路上に転倒させよって B および C にそれぞれ頸椎骨折等の障害を負わせ即日同所において両名を障害により死亡させるとともに、まあ、D に頭蓋骨骨折等の障害を負わせ午前5時34分頃に仙台市の病院で D を蒸気障害により死亡させたほか まあ、負傷者一覧表記の記載の通り、15名にそれぞれ仮を3ヶ月内し、全治1週間を要する骨盤骨折等の障害を負わせたというようなことなんですよね。被害者が非常に多数出ているんですけれども、被害者という部分では、まあ、亡くなった方以外というのは、こちらの方たちの15名という状況になります。 で、15名のうち13名が高校生。そして1名というのが引率の学校関係者。そしてもう1人というのが まあ、左折で横断歩道を渡っている高校生たちを待っていた運転手というのが入っております。その合計15名、そして亡くなった高校生3名の全体で18名というような事故だったんですよね。で、事故の部分、今先ほどのこちらの方をまとめると、まあ、こんな感じになります。事故というのは平成17年の5月の22日の午前4時前後です。で、仙台から多賀城市までの道路で、事故は多賀城市内で起きております。運転開始前に飲んだ酒の影響により、沼全 前方不中止及び運転操作が困難な状態で普通貨物自動車を運転、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、午前4時14分頃に仙台市内で仮眠の状態に陥り、多賀城市内の定時交差点の対面信号が赤色の透過を表示しているにもかかわらず、これを緩和。 時速約60キロで交差点に進入をし、交差点出口に設けられた横断歩道を手前で横断中の歩行者を待つため、一時停止中の乗用車の右側全部に自社の左全部を衝突させ、被害車両を押し出し、横断歩道を横断していた高校生16名に、自社ともども衝突をさせ、3名死亡15名負傷をさせた死亡高校生3名、負傷高校生13名、負傷の学校関係者1名、そして負傷の被害車両運転者1名というような状況なんですよね。 まあかなりひどい事故で、まあ、事故の現場のイメージとしては、まあ、こんな感じになります。いわゆる定時の交差点という状況で、まあ、こちら右から左の方に加害車両が走ってきたという状況なんですよね。で、こんな感じです。まあ、いわゆるこういう状態で左折待ちをしていた。 この横断車を待っていた車のところに右側から信号無視をしてきた今回の被告車両というのが突っ込んできて、まあ、この左折待ちをしていた車もろとも横断歩道の中にまあ侵入をさせ横断をしていた高校生らというのを跳ねたということなんですよねで高校生は学校のオークラリーのために集団で横断歩道を横断をしていたということで、まあ、学校の関係者というのもいたということですよねだから1名の方が負傷をしていると まあこれはちょっとね、まあ避けれる状況にはなかったんではないかなというような気がしますけれども、まあここからですね、事実の部分がね、非常に長くなります。この事実認定という部分の補足説明があって、この被告が一日どういう行動をしていたのかというのが、まあ詳細に述べられているんですけれども、これがね、かなり長いです。 弁護人というのは被告人が判事の日時の頃に、こちらの方の病院交差点においてアルコールの影響により正常な運転が困難な状態にはなく、その認識もなかったと主張して危険運転致死罪の成立自体を争い。 被告人も党後判定においてそれに沿った供述をしているということ。だからまあ危険運転致死傷罪の成立自体をそもそも争っているので、その部分に対して検討するために非常に長くなってるってことなんですよね。ここが争ってない場合というのは、まあ、量刑の部分だけになるので、そんなに長くならないんですけれども、当日の動きという部分で被告人、まあ、こちらね、事実が認められている状態です。 国人は解体業の従業員で、本件前日は体調は良好通常通りに作業し、午後7時頃に帰宅。そして使用していたのは、これ、マイカー。日産のサファリに友人を乗せて高城市内の居酒屋に向かい、午後9時頃から友人らと共に飲食。 被告人は最初の居酒屋で生ビールの中食器を一杯飲み、その後スナックに立ち寄った後に被告人が3割を運転し、友人を乗車させて2人で仙台市青葉区の飲食店に赴き、まあ同日当日の午前0時頃から3時半頃まで焼酎の水割りをグラスに10杯程度飲酒。で、飲食店において友人は居眠りをしたが、被告人は眠ることなく飲食、断食をしていた。 被告人は帰宅するため友人を乗せて午前3時47分にこの場所の駐車場からマイカーを運転を開始したという状況が、これがね、飲酒運転のスタートになります。で、被告人はマイカーを運転して、そのまま国道多賀城市方面に向かって走行をしていき、で、ここにね、あ、い、う、えとありますが、ここの部分というのが後半のところで少し出てきますので、まあ、そこの部分戻ってくる場合は、この辺りを見てください。 被告人は途中の T 病院前交差点に至るまでの間、道路の第二通行帯を走行中、速度調整をする必要がない状況下で3回ぐらい加速と減速を繰り返した。E、被告人は T 病院前交差点において赤色東下の信号表示に従って第二車線で停止をしたが、信号表示が変わるのを待つうちに両手を頭の後ろに組んで居眠りをしたため、信号表示が青色東下に変わり他の車両が発進したのに、これに気づかずしばらく停車をしていた。う 被告人は T 病院交差点を発進した後500メートル先の4丁目付近を走行中に2回ないし3回にわたり合図をせずに第2車線から第1車線に急に割り込みまた戻ることを繰り返した。 さらに被告人は車線変更を終了した地点から約700メートル先の5丁目駅前交差点において信号表示が赤色通過であり十分停止できるのにブレーキをかけることなくそのまま進行しその100メートル先の国道の交差点において赤色通過の信号表示に従って停車をしたが信号表示が青色通過に変わってもすぐに発進をせず5、6秒ぐらい経ってから発進をした その後、被告人というのは P 交差点から約2.3キロ先の6丁目付近の国道のインター西側の交差点及びその交差点から1キロ先の7丁目付近の S 交差点において信号表示が赤色等過であり、いずれも十分停止できるのにそのまま進行した。で、か。 被告人は S 交差点から約700メートル先の7丁目付近の国道の交差点、同交差点から約500メートル先の8丁目付近のこちらの交差点においては、赤色灯花の信号表示に従って停車後信号表示が青色灯花に変わっても直ちに発進をしなかった。被告人はこちらの UH 交差点から約3.5メートル先の三陸縦貫自動車道高架下付近において右折車両が右折した直後に右折用車線上 を直進し、まあ、半時の t 字の交差点に至りブレーキを上げることなく赤色灯下の信号表示をしていた交差点に進入をして停止していた a 運転の車両に衝突しさらに被害者らに衝突をしたというのがま全体的な流れとなりますで被告人というのは衝突後衝突現場において警察官から事情聴取をされたがその際ふらついたりすることはなかったものの強い酒の匂いがし話す言い回しがくどいなどの状況があった 同午前4時58分に行われた飲酒検知の結果としては、アルコール濃度が古き1リットルあたり 0.3mg であったというようなこと。まあ、これがね、全体的な流れとなっているんですよね。で、以上の事実関係によれば、まあ、被告人というのは、この T 病院前交差点に至る国道の方を走行中、3回にわたり加速と減速を繰り返し、病院前交差点において居眠りをし、 23回にわたり合図もなく第2車線から第1車線へと割り込んで戻ることを繰り返しその後3回にわたり赤色10日の信号表示で十分停止できるのにブレーキもかけずにそのまま進行し3回にわたり赤色10日の信号表示で停車後青色10日の信号表示に変わっても発進をせず衝突直前には右折車が右折直後に右折車線上を走行し判時の T 字の交差点において信号表示が赤色10日を表示しているにもかかわらず まあそのまま交差点内に侵入しているのであって、まあ、このような被告人の自動車の走行状態からすれば判事の T 病院前交差点において被告人は正常な運転すなわち前方中止及び運転操作が困難な状態で自動車を走行させたものと認められると被告人は前日の午後9時頃から本県当日午前3時30分頃までの間飲食店において、まあ、眠ることなく少なくとも約2 5 5トルの生ビール一杯焼酎の水割り10杯という相当量のアルコール 摂取した後そのままマイカーを運転開始しているので、衝突直後には強い酒の匂いがしていて、呼気中のアルコール濃度も呼気1リットルあたり0.3ミリグラムであり、 被告人の体調に問題がなかったということであるので、まあ、被告人において正常な運転が困難な状態になった原因についてはアルコール摂取にあったと認められるということなんですよね。まあ、非常にね、まあ、運転というのが危険な状態にあったというのがたくさん出てくるんですけれども、まとめるとこんな感じ。3回にわたって加速減速を繰り返し、交差点において居眠り、2、3回にわたり合図もなく第2車線から第1車線へ割り込んで戻ることを繰り返し、 まあ3回にわたり赤色10日の信号表示で十分止まれるのにもとブレーキかけずにそのまま突っ切った。で、3回にわたり赤色10日の信号表示で止まったんだけど青色に変わっても発信をしなかった。右折車が右折直後に右折レーンをそのまままっすぐ走行していった。信号表示が赤色10日を表示しているにもかかわらずそのまま交差点に進入をしていった。というのがまあ全体的なやったことなんですよね。これはですね、承認がそういうふうに述べているという状況で、 そして酒の量という部分は午後9時頃から本件当日の午前3時半頃までの間飲酒をして 255ml の生ビール1杯と焼酎の水割り約10杯で呼気中のアルコール濃度も呼気1リットルあたり 0.3mg であったよというようなことなんですよね。 で、ここのね、場所なんですけれども、事故現場がね、こちらの方になります。今、上空からで、定時の交差点になってると思うんですけれども、この左側の方から右側の方に信号無視をしていった被告車両が突っ込んできて、こちらの横断歩道でぶつかったということなんですね。この国道45号になります。ちょうどね、今、こちらの方というのが、まあ、定時の交差点で出てくる側ですよね。ちょうどね、ここのところを、 こう出てきて、まあ、この信号が青。で、こちらが赤っていう状況で、まあ、ここを出てきて左折をしたところ、ここの部分の高校生がずーっと歩いていたということなんですよね。だから歩いているので、ここの手前で横断が終わるのを待っていたところ、 まあこちら側からですね。今ちょうどプリウスが映っておりますが、まあ信号を無視をしてきたこちらの被告の車というのが突っ込んできて、ここで左折で待ちをしていた車両にぶつかり、そして2台とも横断歩道の中に入っていって、まあ横断中だったまあ高校生たちというのもみんな跳ねてしまったというような事故っていうことなんですよね。で、全体の流れなんですけど、まあ先ほどいろいろと車線変更だ、あと発進しなかったとかいろいろありましたが、これがですね、 ここが事故現場の定時の交差点なんですけれども、最初にスタートした場所っていうのはね、結構離れてるんですよね。最初の場所はね、おそらくここだと思われております。ちょっとね、具体的な感じも出てるんですが、ちょっとね、説明と中身がちょっと合わないのかなと。ちょっと古い裁判なので、まあ、当時とね、今の状況の道路状況が違うのかもしれないんですけれども、まあおそらくここ。 で、この位置から事故があったところというのは、まあ、地図で見るとずっと、まあ、太平洋の方に向かっていき、この先に行ったこの辺りなんですよね。ちょうどこの辺りのところで、まあ、事故に遭っている。この距離がおよそ13キロほどの距離があります。で、出てきていた国道と言われるのがこの45号なんですよね。で、よく出てきていた病院の交差点というのが、 ここにある病院なんですよね。ここの病院の手前の交差点というのがちょっとこの直角に曲がって、そして国道に出るということ。だからここの信号で止まって、青に変わったのにもかかわらず、まあすぐに発信をしなかったというのが、まあ ことのスタートとなってるんですよね。まあ、その手前のところで休暇原則をしながらというのがちょっとあったんですけれども、まあ、ここからが国道の話。だから、ここを曲がり、あとはね、ずっと国道を走っていく。まあ、途中でね、インターの交差点とか出るんですが、まあ、それがこれ。まあ、ここの部分で抜けていって信号を無視をしたとかはこのあたり。で、そのままをさらにずっと走り、もう一つこちらインターの方が出てくるんですよね。まあ、これが三陸縦貫の高速なんですよね。そこの出口があって、 で、その先ですよね。要するに、ここの部分で右折車線から直進をしたというのがここ。ちょうどですね、今右折待ちをしてる車があるんですけれども、要するにここをまっすぐ突っ切ったってこと。 こちらの方がね、仙台市からの方で、片側2車線で右折レーン。ここをまっすぐ来て、本来右折レーンなんですが、このまま右折の車が曲がっていったところをそのまままっすぐ抜けていったと。ここは中央分離帯がないので、そのまま走っていけるといえば走っていけるので、まあそのまま先の右カーブを曲がっていき、その先に大きい交差点があるんですが、それを抜け、そうすると、ここのところに鉄道が走っております。 ちょっとちっちゃい鉄道が走っている、そのガードをくくった先の定時の交差点のところをそのまま突っ切っていって、まあ、高校生とドンとぶつかったというような状況となっております。だからね、かなりの距離を走ってるんですよね。 で、被告人というのは、自らの意思で飲酒をした後に、マイカーを自ら運転をし、まあ先ほどの病院の交差点で居眠りをして発信が遅れ、その状態を認識しながらマイカーを運転していたので、被告人は危険運転の認識があったというふうに裁判官は判断をしております。被告人は捜査段階において運転開始の状況につき、この飲食店で自分の限界直前くらいまで飲酒をし、以前の飲,飲酒運転で居眠りをして事故を起こした経験。この男。 過去にですね、飲酒運転で事故を起こして、免許の停止処分を受けております。で、そういうことがあったんだけれども、まあ、今回また飲酒運転をしていると。で、運転代行で帰宅した方がいいと思ったが、所持金が少なかったため、行けるところまで行こうと思って運転を始めた。まあ、これが多分ね、そんなこと全く思ってないと思うんですよね。危険運転の状況につき、前期括弧にあえおかきというのが、まあ、先ほどの部分なので、まあ、気になる方ちょっと戻ってみていただいて、 状態の記憶はないものの、意の状態の記憶があり、うの状態については第一車線と第二車線を区切る白線を少しまたいだ記憶があるとし、危険運転の認識については、酒の酔いが回って意識が朦朧としたり、居眠りをしたりし、危ないなと思いながら我慢できるところまで行ってみようと運転を続けたが、その後、強く意識していないと周囲がぼーっとぼけていく。 必死で目を開けていなくては前を見注意して見ていられない状態になっていたということは実際に本人が供述をしていたので、まあ、危険運転行為及びその認識は認めているというようなことなんですよね。で、弁護人の意見というのが、まあ、こちら。被告人は運転を開始してから事故現場まで車両に衝突することなく約12.7キロ走行をしていると。 被告人の供述によれば、被告人の運転行為によって、前期1、括弧2のあ、うないし、かの状態はなく、あったとする各目撃証人の供述はいずれも信用できないと。被告人の供述によると、被告人の運転行為に問題があったのは、この T 病院前交差点における発進の遅れ、4丁目付近の道路における走行のブレ、 病院交差点においては被告人はフットブレーキを踏んで停止していたのであるから被告人は居眠りしていたことはなく、ぼんやりしていたに過ぎず、四丁目付近の道路において車線を区分するラインを踏んだことはあるものの、わずかなブレに留まっており、いずれも重大な危険が生じる状態にはなく、被告人その認識もないことなどを理由として、 危険運転行為の存在及びその認識自体を争い、また被告人が過水状態になったのはアルコールの影響ではなく睡眠不足によるものであると主張しているということなんですよね。だからまあ、ここら辺が弁護側の意見ということなので、弁護側としては、危険運転という部分、もこの認識自体がそもそも争っている。 12.7km 走っていて、事故になるまでは走れてきていたんだから、それは運転できてるよっていうことが、まあ、弁護側の意見というようなことなんですよね。だから、まあ、ここら辺はうっかりとかぼんやりというような状況だということで、普通の人間誰しもあることなので、アルコールの影響ではないでしょうというような言い分になります。で、裁判官の方が、しかしながら1の点というのは、まあ、1の点ってここですよね。については、 被告人は危険な運転を繰り返していたものであって、たまたま衝突しなかったに過ぎず、約1 2 7トルを事故もなく衝突しなかったからといって危険運転行為でないとは言えないと。2の点というのは、この承認のところですよね。承認の供述は信用できないという部分に関しては、 目撃証人はいずれもこの車の特徴を捉えて供述していて間違いがなくて証人が何人か出ております。具体的で明確で不合理な点がなくいずれもその目撃状況 ま、供述の信用性が高い。で、こちらの別の証人の供述というのも具体的であって、目撃状況の供述の信用性を認めることができると。三人の目撃証言というのが具体的であり、まあ、ズレがないということですよね。だから不合理な点が一切ないという状況なので、まあ、信用性はあるよね。というのが、裁判官の見立て。 さらに一人の証人は、被告の車の停車位置について供述を変えていた。実際にだから言ってることがちょっと変わったってことですよね。この病院前交差点は変形の交差点であり、その停車位置について供述が曖昧だからといって、信用性は減じないよと。 まあ先ほど見ていただいた通り、病院交差点がこういうふうな状況なんですよ。だからまあここの状況で止まるのが多分右とか左とか、まあそういう話だったのかなと思うんですが、まあちょっとね変則な定時の交差点になってるような感じですよね。まあ定時というかこっちにも一個あるので、まあちょっとかなりおかしな感じになっております。だからここの部分の話をしているということですよね。で、この3人の証人の供述を総合すると被告人というのは、まあこの言ってる通りに運転をしていたということが認められると。 被告人の後半の供述は運転経路についての供述が曖昧であり、まあ、信用できる目撃者からの供述と食い違って到底信用することができないと。まあ、目撃者の意見と、まあ、本人の言っているというような運転経路がまあ合わないよということ。で、3の点というのは、まあ、こちらの方ですよね。先,先ほどのまあアルコールの影響ではないよという話の部分。 そこの部分に関しては、いずれも被告人の公判供述を前提とするものではあるが、危険運転行為について被告人の公判供述が信用できないから理由とはならないよということ。で、この病院前交差点の状況については、証人の供述によれば、このマイカーのブレーキランプは点灯していなかったということなので、被告人が振ってブレーキを踏んで停止していたとは言えず、弁護人の指摘には理由がないよと。 被告人が病院前交差点において居眠りをし、その後意識が朦朧となった原因がアルコール摂取になったことというのは、まあ、認定した通りである。ということで、 まあ弁護側の意見というものは、まあ、全面的にここの部分は、ほぼ全て否定をされているということですよね。でなお、本件後の被告人の呼吸中のアルコール濃度は1リットルあたり、まあ、0.3mg であったということは、まあ、弁護人というのは泥水状態ではなかったことを推認させるものであると強調するが、被告人は捜査段階において、 ま、本件の約8年前に酔いつぶれる直前まで飲んだ後、特に眠気を感じなかったので運転を開始したが、運転中に仮眠状態となり、反対車線に進出して対向車と正面衝突をするという事故を起こしたことがあり、その際の呼気検査の結果というのが、呼気1リットル中に0.25ミリグラム以上、0.3ミリグラム未満であった旨、供述をしていると。このことからすれば、 本件後の被告人の呼吸中アルコール濃度が上記の数値であったことをもってアルコールの影響を否定する理由にはならないと。だからまあ8年前にやらかした事故というのが呼吸中の0.25から0 3ラム未満のまあアルコールが検出されている状況だった時に過眠状態になって反対車線に飛び出して正面衝突凸をしているということは まあ今回 0.3mg という数値というのはこの男からするとまあ正常な運転ができないような状況であったということなんですよね。まあ、全体的にこういうふうな状況でまあ主文が決まるということなんですけれども。 さあ、皆さんどうでしょうかまあ、ちょっとね、かなり長かったので、分かりづらいところもあったかなと思うんですけれども、まあ、基本的には定時の交差点で、まあ、左折をしようとしてきた車、左折をしようとしてきた車というのが、まあ、横断歩道のところを高校生がたくさん横断していたので、まあ、横断待ちをしていたところを右側の方から信号無視をしてきた、まあ、この男の車が突っ込んできたと。で、2台ともその高校生の列に突っ込んだというような事故。 ま、ここの部分で、じゃあ危険運転なのか、危険運転じゃないのか。ま、そこの部分で弁護側は、これは危険運転ではないという主張で、ま、検察側の方は危険運転だというような主張。ま、ここの部分が、ま、真っ向対立をしていたという状況なんですが、さあ皆さんどうでしょうかということなんですよね。ま、危険運転なのか、過失運転なのかというところで、ま、危険運転という状況は1年以上の勇気。 過失運転の場合は7年以下の勇気の懲役もしくは罰金というような状況になってくるので、ここの部分で被害者というのが今回かなり多いですよね。だからかなり多い状況においてどうなんですかということになります。 で、期間運転という部分に関しては、1年以上の有期ということで、じゃあ、無期懲役とか死刑とかあるのかというと、まあ、これはありません。最高が20年という状況になっておりますので、1年以上は20年以下というような状況にはなってきますので、まあ、そこの中で判断をしていただければいいかなというふうに思います。 で、まあ、第二部の方に関しては、判決の方、そして、ま、裁判官の考えという部分が出てきますので、まあ、そこの部分もね、まあ、解説をしていきたいと思いますので、まあ、そのあたりね、よかったら見ていただければいいかなと思います。最後まで動画をご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録でもよろしくお願いします。